園田乃1995年10月6日生まれ出身地福岡県身長162センチ血液型 A 型園田綾乃さんは日本のプロテニス選手ですアナウンサーの加藤パンこと加藤綾子にの癒し系美女と SNS で話題になっていますあるグラビア編集者は グラビア映えする五輪アスリートを探そうと、毎晩テレビでチェックしていて、まさか国内にこんな逸材がいたとは驚きです、と語っています。その田さんは、小1からテニスを始めて、ジュニア時代には全国優勝の経験もある実力者。合衆へテニス留学もして、日本大学3年時の2016年にプロに転校。最新の日本ランキングでは、女子シングルス97位のプレイヤーです。 ただ、あるスポーツライターは、プロテニス選手の厳しさをこう解説します。世界トップクラスの大坂なおみ選手や、西堀圭選手なら年収数十億を稼げるテニス界ですが、日本ランキング界だと、テニスだけで食べていくのはかなり大変。中には年収50万円に満たない選手もいるほどです。実際に園田さんも、海外の試合に挑戦し始めた2018年には、 スポンサー様からのサポートを超えた遠征資金が必要と、クラウドファンディングを募ったこともありました。現在はその美貌を活かして、YouTube の配信や、スポーツファッションブランド、フィラのカタログモデルも務めています。カトパン2の美貌で、今回一気に認知度を高めたことをきっかけに、新たな運命が切り開かれるのでしょうか、彼女のこれからに注目が集まります。